自分の生き方が全て間違いでした。この医者はヤブ医者だと、この医者の診断は間違ってる。基本的にメンタル疾患は差別の対象であるし、そこから逃げてる限りいつまでも需要がすることはありません。レモンティーさん、27歳女性。自分の持病をなかなか自分で認められず、いつもごまかしたり病気のことを否定して聞きづらいです。もし自分の病気を言ったら相手が離れてしまうんじゃないかという不安が大きいです。でも私的には自分の病気を言って理解しようとしてくれる人と付き合い続けた方が心が楽でストレスをためすぎずにいられると思います。自分の持病を認めて自分で理解し、仲良くいたい人には伝える方が相手にも親切かなと思います。自分の持病を自分で否定せずに認めて受け入れて堂々と生きたいです。これもカバチャンネル需要って言葉を入れるとかなりの動画が上がってると思いますし、カバさんの感情コントロール術って本がいかに病気を需要するかって本なんで、こちらの方を読んでほしいなと思いますけど、とはいえちょっと今需要について知りたいということなのでお伝えしていきますが、基本的に需要ってできないんですよね。できないっていうか簡単ではないですね。一朝一夕ではないですね。半年から1年ぐらいかかるのが普通です。病院に初めてあなたうつ病ですよとか、あなたパニック障害ですよとか、いろんな病気あると思うけど、それ告知されてそれを受け入れるために半年から1年ぐらいはかかりますね。3ヶ月以内に受容できる人はものすごく早いです。だいたい受容ができてから数ヶ月で良くなります。カバさんの経験から言うと、逆に言うと良くなってない人は病気を受容できてない場合が多いです。病気を受容するってどういうことかというと、病気を受容するのは簡単ではありません。なぜならば、例えばあなたうつ病ですって言った時に、分かりましたっていうことは、一生懸命例えば仕事中心で頑張って自分の大切なプライベートの時間を全部仕事に費やして、仕事人間として一生懸命会社のために尽くしてきた、家族を養いたいという思いのために、会社のために仕事をずっとやって、睡眠も削って体もおかしくしながらメンタルが弱ってしまったという自分の生き方が全て間違いでしたっていうことを認めるのが重要ですよね。そんなの認められないわけですよ。自分の今までの生き方や生き様や考え方や思考パターンが、一生懸命真面目に生きてきた今までの自分の人生は全部ダメでした、全部不正解でしたっていうことを認めるっていうのが重要なわけですから、それは簡単ではないし、ほとんどの人はそう認められないですね。これをなぜ認める必要があるかというと、それが間違いでしたっていうところを認めたら、じゃあ直していかないといかんねっていう風になるから、生活習慣を改善しましょうというようなカバサがいつも言ってる話が初めて受け入れられるんだけど、いやいや私の人生はそんなに間違ってなかったんだ、別に睡眠削ったって大丈夫なんだっていう風に思ってる人は、カバサがせや睡眠時間7時間以上取ってくださいねって言っても、その通りやることはありえないですよね。だから受容しないっていうことは、ある種何がしかの不健康な生き方や不健康な考え方を認められないわけだから、認められないってことは是正しないってことでしょ。よりよく変えていこうという気持ちはないわけですよね。だから今のままだから治らない、変化しない、良くならないってことが起こるわけですね。受容しない限りは。受容しないってことは、自分は本質的にはうつ病であるはずがないっていうふうにどっかに思ってるんですね、それはね。あるいはだから、この医者はヤブ医者だと、この医者の診断は間違ってる、皆さん方もよくこうチャット欄で見ると医者の診断が間違ってるんじゃないかっていうふうがあるんだけど、精神科の診断なんて意味がないってことを何十回も何百回も言ってると思うんだけど、医者の診断が間違ってるんじゃないかっていうのを書き込まれる方は、受容ができてない典型的な人の特徴ですね。診断なんて仮説なんだから、合ってるかどうかは病気が回復した時にしか証明できないわけだから、医者本人もそれが合ってるかどうかわからないです。一番確率の高い診断名を患者さんに伝えてるだけなんでね。だからその診断が違うんじゃないかっていうのは、その診断名を受け入れられてないという、受容できてないという典型的な兆候ですね。でこの薬を飲みたくないっていうのも受容できてないわけですね。うつ病です、これうつ病で一番効果が高い SSRI という薬なんです、飲んでくださいって言って、嫌ですっていうのは、自分がうつ病だとは認められないから、そんな毒みたいなものは飲めませんってことになるので、心から自分が本当にうつ病だということを受け入れてるのであれば、さっさと飲んで治した方がいいっていうふうに考えるのが普通なので、薬飲みたくないとか、薬の副作用がとか、この薬は毒ですよねとか、そういうことを言う人も受容ができてない人の特徴ですね。あと受容ができてない人の特徴は、自分を責める人ですね。なんであの時こうしなかったんだろうとか、今度逆にその自分の今までの、なんで睡眠不足しちゃったんだろうと、ちゃんと寝てればこんな風にならなかったのに、なんで自分ってバカなんだろうって言って、自分を責めて責めて責めて、逆にうつをひどくしてしまうとかね。あと他人を攻撃する人もいます。他責ですね、自責に対して他責。会社の上司が本当にもうブラック企業で、うちの会社がこうやって私のことをこき使うからこんな病気になった、うちの会社を訴えてやるとか、上司殺してやるとかね、そういうことを言う人も受け入れられてないですね。会社辞めるっていう選択肢もあったはずだから、会社が 100% 悪いってことはないはずなんですよ、それはね。いろんな要素が絡んでメンタルをやられていきますので。
なので受容できるといろんな要素を客観的に観察できるんだけど、受容できない人はそういうふうに何かに一つに固執してしまうってことも受容できない人の特徴です。今何を言いたかったかというと、基本的にほとんどの患者さんは受容ができないんです。最初はそこからいろいろで自分で悩みながら、あるいは自分の過去のことを思い出しながら、あるいは過去の生活を振り返りながら、やっぱりこういうのって良くなかったかもしれないなとか、こういうところは直していかなきゃいけないなとか、最初はうつ病って言われたけどすごいショックだったけど、ネットで調べてみるとどう見ても当てはまってるし、そうなのかもなっていう形で、自分の中でこの自己対話というか病気との向き合いで受け入れていく作業、プロセスをしないと受け入れられないです。だからそういう風に、カバさんは自己洞察って言葉をよく言うんだけど、日記とかを書くと自己洞察が進みますよ、アウトプットすることで初めて自己洞察ができますよってよく言うけど、この自己洞察が進むと結果として授業に至るんですね。だから病気のことについてちっとも考えようともしないし、だから先生とかも時々聞くと思うんですよね、あの時昔この病気悪くなった時どういう状況でしたかとかね、そういう質問を投げかけてくると思うんだけど、それはあなたの自己洞察授業を促すための質問なんですね。だからそういうものに対して向き合っていくっていうことが重要で、そこから逃げてる限りいつまでも重要がそういうことはありません。自分と向き合う、自己洞察を進めていくっていうことがとても大切ですね。先ほどのレモンティーさん27歳の場合は、他の人に自分の病気のことを言ったらなんか嫌われるんじゃないかとか、受け入れてもらえないんじゃないかっていうことをね、話されていましたけど、基本的に自分の病気のことは他の人に話さない方がいいと思いますけどね。カバさんの意見です。はい、言っても何のメリットもないですから。100回あって一義なし、100回言って1回ぐらいきちんと受け止めて支えになってくれる人が現れるかもしれないけど、基本的にメンタル疾患の人とお付き合いしたい人なんていないし、会社の中でもメンタルの人が出たら、いやー参ったなーっていうふうに思うし、基本的にメンタル疾患は差別の対象であるし、皆さんが思っている以上に非常に厳しいスティグマって言いますけども、差別の偏見や差別の部分、自身疾患に対するスティグマっていうのは、この今の2024年においても非常に厳しいものがあります。病気になった方は分かると思いますけども、病気にならない方は、あるいは最近病気になった方は分からないので、なので自分はなんとか病で面クリに通ってますってことは、よっぽど親しい人以外には言うべきではないと思いますけどね。治ってからいいわけです。以前病院通ってたんだよね、で今全然調子いいんだっていうのはいいとして、今通っている状態において、こっちめんどくせえっていうふうに思われるのがオチですよね。そういうものです。だから自分の病気を言ったら相手が離れてしまうんじゃないかと不安です。自分の病気のことを言ったら相手が離れてしまう確率は 90% 以上あると思っていただけるといいですね。その上で言うのかというと、言わない方がいいです。だからね、結婚とか例えばするとかね、言うときは言わざるを得ないと思うけども、基本言わないで済むのであれば言う必要はないと思いますけどね。言うべきではないと思いますけど、何のメリットもないから、あなたがスッキリするだけで、一時的にスッキリするだけで、長期的に見るとマイナスの見方をする人が多いと思いますし、あるいは本人は悪気はなくても、なんか腫れ物に触るようなね、過剰にこう気遣いをしてしまったりとか、ね、そういうものが起きてくるので、人間関係が良かれ悪しかれ変化してしまうわけなので、特別に例えば会社で病院通ってんのか通ってないのかとか言われた時はしょうがないと言うしかないかもしれない。プライベートの関係性においてそういうカミングアウトですか、病名の、これはしない方がいいと思います。あなたの不安は正しいですね。病気のことを話したら離れていってしまうんじゃないかっていう不安をお持ちということなんですけど、カバさんの経験から言うと 90% 以上離れてしまうと思うんですね。それでも相手言いたいなら言ってもいいと思うけど、友達いなくなるので、メンタルの患者さんにおいてはこのつながりというものが癒しになってきますから、時々友達と飲んでお茶して、ああ楽しかったわっていう時間を持つことが、メンタルを早く回復させていくためには不可欠な要素となりますので、友達は何人かやっぱちゃんとキープしといた方がいた方がより病気の治りはいいですよね。そういったことから言うと、特に最近ちょっと疲れやすいんだとかね、最近ちょっと眠れないんだぐらいでごまかしてですね、た方がいいんじゃないかなとか思いますけどもね。それで告白するかしないかっていうのは病気の需要とは関係ないと思いますけど、基本的に病気を需要できてない人は告白しないとは思うけども、だって自分はうつ病じゃないと思ってるわけだから、私うつ病ですっていうふうに言うことはないと思うんですけども、まず病気の需要っていうものをカミングアウトするかしないかってことは別にして、まず自分と自分の病気を向き合ったらいいと思うけど、あなた自身が病気を否定してるんですよ。わかりますかね。あなた自身が病気を否定してるわけだから、他の人も否定するに決まってんですよ。そんなのは、せめて自分だけは病気になった自分を愛せるかどうか、いたわれるかどうかが問われてるんですよね。一旦受け入れてしょうがないと、自分の今までの生き方や考え方や0100思考や極端な考え方や、あるいは睡眠不足やスマホの使いすぎや、そういった昼夜逆転をしてしまった、そういう間違った生活習慣が間違っていたんだ、じゃあよくすりゃいいよっていうのが重要ですね。受け入れて、そこから受け入れるから改善しようって気持ちが生まれてくるわけですね。
だから朝散歩しようとか言って無理ですとかできませんとかできるはずないだろうとか朝起きれないのにできるはずないだろうみたいなことを書き込まれる人もいるんだけど、そういう人は中央ができてない人ですよね。キリンバリバリの人でございますけど、大体でもさっきも言いましたけど、精神科に通い始めて1年以内に受容できれば私は成功だと思います。受容した後に数ヶ月で大体改善してるケースが多いですね。受容してから3ヶ月かけて治っていく形です。病気がなかなか治らないって方は真に自分の病気と向き合えてないし受容できてないというふうに私は考えます。そういったことをもうちょっと詳しく書いた方がね、感情コントロール術という朝出版、非常に患者さん向けに書いたカバさんの唯一の本ですので、ぜひ読んでほしいなと思います。